ゃあ田辺選手、今日は一つですね、披露できる範囲で技を教えていただきたいなと思ってたんですけれども、今日はどういった技を披露していただけますでしょうか。今日は面打ちをやりたいと思います。面打ちですね。はい。具体的にはどういった面打ちになりますでしょうか。自分は打つ瞬間とか打ち方とかじゃなくて、打つ前のこの打つ前の部分を特に重視してやってて、で打つ場合には主に中心を攻めといて、で打つ時に入って押さえながら打つっていう感じで。払い技ではなくて、そうです、押さえながらって感じ。攻めて押さえながら打つっていう感じでやります。はい。その技なんですけど、例えばどういった相手に対して、あ、これはちょっと当たりそうだなというか、感触的にどういった相手に対して使うことが多かった。自分もやっぱ構えるのが、構えている時間の方が長くて、あまり手元とか上げないので、相手もやっぱり構えてくれ、一緒に構えてくれた方が、やっぱ竹刀にも触れれるんで、抑えやすいですね。じゃあ、あんまり手元を上げて、守るような選手だと、ちょっとやりづらい。そんな感じ。はい。しっかり構えてくれる相手に対して。はい。まあ、なんか技前しっかりしないで打つと、なんか出後手決められたり、体勢を打たれたり、いろんなリスクがあると思うんですけど、その打つ前にその意識していることとかって何かあったりしますか？抑えるときに、このやっぱ手で抑えようとすると、手が伸びきっている状態になってしまうので、打つのも腰が入らないというか、なので、攻めるときに手はこのまま構えた状態のままで、足で前に出たりで、体で抑えに行く感じで、手で抑えるというよりは体で抑えるっていうイメージで攻めています。はい。手で攻めるとどういったデメリットというかあると思いますか？やっぱ手が伸びきってしまうと、足が動いてないっていうか、足もちゃんと使っていかないと、この攻めは効かないので、足で攻めるっていうことと、あとは、目線を、この上下に変えないってことで、こう、足を曲げて、こう沈んでしまったり、するんじゃなくて、相手の目を見ながら頭を動かさずに、一定の位置で攻めて打つっていうのを意識してます。あ、高さを変えないっていう意味ですね、目線の。はい。それはやっぱり目線の高さを変えると相手が打ってくるなって感づく。そうとか、体が上下に動いてしまうと、ちなみに大津選手は今の攻めをやられた時ってどういうふうに感じました？率直に。もうなんか中心をこう割ってくるみたいな感じなので、あとなんか最短距離で面が来てる感じなので、もう攻められて打つんだったら居ついちゃうと思いますね、この面だったら。相手がスッて入ってきて内輪になるときに、もう結構応じ技とか打てないようなやっぱ体勢になってるんですか？そうですね。これもう田山選手の面に無理に合わせようとするとやっぱ乗られちゃう
ていうこの前の攻めが生きてるん で合わせようっていうよりはやっぱこれに打つんだったら攻め勝って打たないと合わせるのは難しいかなと思います。なるほど。じゃあもうそこまで入られた時点でもうちょっと何か返したいっていうのは難しいかなみたいな感じですね、はい、ありがとうございます。ちなみに今の攻めのパターンから小手に変わったりとかっていうのもあったりしますか？この押さえて戻ってくる相手もいるので、そういう場合は小手に変えたりっていう感じで。そういうのって打つ前から決めてるんじゃなくてすぐで入って相手の反応を見て、はい、反射的に変えるってイメージです。はい、あの攻めてる時にこう押さえて、そしたらあ戻ってくるなと、なんか戻ってくる相手だなと思ったらこう一回見せて、あ戻ってくるなと思って、あっていう感じ。基本表から上から打つんですか？下からの場合もあります。はい。その使い分けとかってどういうふうにされてたりとかありますか？あ上からか下から。上からか下から。あこの手元をこんな感じで上げてくる相手だと。上からはやっぱ打てないんで、打ちづらいんで、そういう相手には下から打つことが多いです。なるほど。はい。じゃあ以上で大丈夫です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。